マルクス・ピアウォーニュース・ウィクトリヌスは、ガリア帝国の皇帝である。マルクス・ピアウォーニュース・ウィクトリヌスは、大変な富豪の家系であり、後に、ローマ軍団に属して、マルクス・カッシアニュス・ラティニュース・ポストゥムスの配下に入った。ポストゥムスが、ガリア帝国を建国し、初代皇帝となると、ウィクトリヌスは二百六十六年から、プライフェクトス・プライトリオに就任し、二百六十七年から、 ポストムスと共に、ガリア帝国執政官を務めた。269年に、ポストムスが暗殺、後継皇帝となったマルクス・アウレリウス・マリウスも、同年中に殺害されたため、ビクトリヌスは、アウレリウスの後継として、アウグスタ・トレウエロルムの軍団によって、ガリア帝国皇帝に推挙され、皇帝に即位した。なお、ガリアや、ブリタンニアのローマ軍団は、 ウィクトリヌスの皇帝即位を承認したが、ヒスパニアのローマ軍団は承認しなかった。ウィクトリヌスはその治世の間、ローマ皇帝、クラウディウス・ゴティクス率いるガリア帝国討伐軍の侵入を許し、ヒスパニアとローヌ川より、ローマよりの領土を奪われるに至った。ただし、アウグストデヌム・ハエドオルムを包囲したローマ軍に対して7ヶ月間の牢状の末に、これを防衛した。 270年または271年の初め頃、ウィクトリヌスは部下の一人であったアッティティアヌスによって殺害された。アッティティアヌスの妻を略奪したためとされる。ウィクトリヌスの母、ウィクトリアは、軍団に多額の金銭を支払って関心を買い、また、ウィクトリヌスを深刻化することで、息子の死後も権力を維持し続けた。ウィクトリアによって、 カイウスピュースエスウィウステトリクスがテトリクス一世としてガリア帝国皇帝に即位した。なお、ビクトリヌスには息子がいたが、ビクトリヌスが殺害されて間もなくのうちに軍隊によって殺害されたと伝わっている。ビクトリヌスは息子と共にヒストリア・アウグスタで30人選手にそれぞれ挙げられている。ありがとうございます。